暗闇の中を進むこの映像。先月28日に東京電力が第一原発1号機の格納容器内に初めてドローンを入れて撮影した映像です。内部のはしごは腐食しているように見えますが、そのままの形で残ります。落下した制御棒を収納する設備も確認されました。ただ、 燃料デブリがあると見られる格納容器の底の部分には近づけていないうえ装置に不具合が発生し調査は中止されています。